申し込む。市川海老蔵焼き妻からの LINE メッセージに全ての思考が停止しました。歌舞伎俳優の市川海老蔵が3月12日放送の徹子の部屋最強夢トークス、テレビ朝日系にゲスト出演。子育てや昨年6月に亡くした妻真央さんへの思いを語った。3日に一遍、2日に一遍は真央が生きている夢を見るんです。やっぱり生きてたんじゃん。同期からそんなことないなと語る海老蔵は、今でも妻宛てに LINE を送っているとか。もちろん返事は来ないんですけど、ある時返事が来たんです。想像力とか全ての思考が停止するんです。誰かがやったに決まっているのに、絶対にわかるのにわからなくなりましたと告白。しかし LINE の送り主はすぐにわかったとか。文面が明らかに娘の麗華6歳だったんですと。海老蔵が送った真央元気に対する返事は大きなハートのスタンプ。海老蔵はもうドキッとしたうららいねと返信したそう。そんな大きなハートを送ってくるのは彼女しかいないのねとの黒柳のコメントに、海老蔵はそうなんですと目を細め、娘との微笑ましいエピソードを明かした。パパ思いの優しい麗華ちゃんは母親を亡くしてからも海老蔵の前で悲しいとか寂しいとか泣きじゃくることはないか、塾などでママに会いたいと泣いて取り乱したことが数回あるとか。父親である海老蔵の前では辛さや悲しみをこらえて気丈に振る舞っていた娘の気遣いを知り、ちょっと彼女に私自身が少し甘えていたなと声を詰まらせた。海老蔵のやつ泣きそうになった、やっぱり海老蔵さん素敵など SNS では海老蔵の妻や子供たちへの思いに感動の声が寄せられていた。他番組には浅田舞、真央姉妹、吉永小百合、マツコデラックスらがゲストに登場した。